とといいうこで、でングござます。今回はですねちょっと僕ら都市ボーイズがですね初めてのお仕事というか新しいお仕事をいただいた件についてお話ししようかなと思っておりまして仕事のことお仕事っていうタイプなんだまあまああのあれだからよそ様に聞かせるもんだからさどんどん好きになっていくわ岸本さんのこと「お」をつける人っていいですよね「えお」をつける人っていいですよね いいですよねそうですねトシボーイズの新しいお仕事で野菜はどうつけるお野菜お野菜つける言うかもしれないああ好きって言うねんうわかわいいなおい育ちがいいからね俺よくねえだろそれ知ってるわあでもでですねお岸本は育ちが悪いよで何かと言いますとトシボーイズ初めてのおロケに

でその方がですね、はい、ぜひトシボーイズをうちの,その、ね、チームで使いたいということを連絡いただきましてこのたび偉くなりましてと <laughs> 偉くなったから <laughs> そもそも偉かったからわかんないけどそうなんですよ、うん、要はちょっと仕事でね、うん、ファンとしてじゃなく仕事を相手としてちょっと今回はオファーしたいということを連絡いただきましてびっくりっすよね ななるほどとたまにあるじゃないですの僕らのポッドキャスト聞いててちょっとお仕事どうですかっていう方ねいらっしゃるんででまあその中でいただいたお仕事っていうのがなんとその区の行政ですよ観光家かな観光の促進していくっていう中で都市ボーイズをなぜか使いたいと。 でそれが、まあ、あの目黒区の、うんえね、事業というかそうです、ね、観光の課だったんですよ。うん、で何ですかその内容っていうのもね、うん、何やるか全然最初分かんなかったんですけど目黒区でお祭りみたいなのをやるとかってその中でちょっとトークイベントとしてやっていただけませんかみたいなのが最初だったと思うんですよね。うんはい そそうそうでそれを、まあ、最初話し進めてたんですけど、うん、まあ今のこの状況になってしまって難しいと、うん、ちょっとできるかどうかわかんないみたいになっててうん、うん、でその時に同時進行であの僕らに「こんなの実はやりたいんです」っていうので話いただいてたのがいわゆるそのブラリロケというか、うん、よくテレビで見かける なんんていうですもやさま的なね感じのを都市ボーイズでやりたいっていうのをずっとあっためてた企画だったみたいであとあれとかか「王様のブランチ」のアサリドがやってたやつとかですよねアサリドもどれくらいの方が知ってるかはちょっと定かではないですけどまあそうですね古くはですけど古くはであのまあそのあさり堂さんがやってた企画をトっちる都市ボーイズでやりたいと と第二の当たり度として使いたいということでオファーを受けまして、うん、でいやいやと、うん、やったことないと、うん、そうそう僕らやってる活動でロケで喋ることってほぼないじゃない,ですかないしそもそも普段から街ぶらしてそうな人にね <laughs> そうそう連絡すればいいのに<も>依頼すればいいのにって,思って結構その打ち合わせの段階で何度か言ったんですよ、うん、その いや僕らそういうの引きないですよ多分そうそうそう,そうその観光の,その促進になるタイプじゃないと思いますよ、うん、とはす,、ね、すごい可愛い子とかねモデルとかしかも目黒なんて事務所たくさんあるんだからそこからなんか撮っていろいろ可愛い子とか男前とか使えばいいじゃないっていう案を僕ら出しましたよねみちょぱとかそのね、うん、エグザイル系列があっち中目黒にいるし事務所あるしいろいろたくさんあるから <laughs> なんか、どこにもまだ出てないような、可愛 <laughs> い,いけど売れてないようなこう使えばいい,えいいと思って。渡辺、いい渡辺もあるしね、中目黒そうそうそう,そう,う。だからもう、結構芸能関連に強い土地ではあると思、うん、そうですよ。で、それこそタモリさんがね、そうですよあの、いたりとかしますし、うん、これで僕らでいいんですかっていうことでね、うん、何度か。 そこは間違いではないですから <laughs> そうそうそう、うん、あの本当に何度も言うようですけど、うん、僕らそんなに引きない方ですよ、うん、と言いましたよ、うん、でもねその僕らにその、うん、お仕事を振っていただいた方が「うん、いやこれは都市防衛筋ではなくては」 ダメだと。うん、ああいう熱意を持っていただいて、うん。だからあの時思いましたよ、僕は。うん、マウスなのかなって。<laughs> どういう意味ですかだから、ううかモルモットで、最初、 僕らを使って、様子だけ見ておいて、<ー>モルモットでね。あ、そうそう,そうで、結果だけ出て、あ、こうやったらいいんだっていうのを試行錯誤 <laughs>、うん、僕らでやって、実験のね、結果を出した後に、みちょっぱ使うみたいな。だから、ダメなとこ洗い出すためのマウスってことね。あそれはちょっとない話でもないっていうのはか。なって思ったけど、話してると、そんなこともないじゃん。うん、そう。うん、だってそ、そうなのよ。そもそも、その、観光協会で、こういうことをやったことがないと。 作ったことがないっていう中の第1弾でやりたいっていう話だったからそうそういやいやそれこそ大丈夫ですかって言ったんだけど、うん、いや大丈夫だとあの僕らよりトシボーイズ信じてたから <laughs> <laughs> いやもう <laughs> そう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 そ、ね、うそ、ん、うそ、んね、うそ、ん、うそ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 ううそうそう 自信持って大丈夫と言えますみたいな感じになったんでじゃあもうこの熱意は頂いてやりましょうとじゃあやりますとなってやっと動き出したって感じ一緒に死にましょうとねそうそうここまで念をしたからもう知らないよということでやったわけですよ危ないって言ったからねこっちはそっから先はっつって不良再建になる覚悟終わりですねっていうのは念をしたからねそしたら「はい大丈夫です」って言ったから 詐欺ではないから別に、うん、俺らがダマくらかしてね企画出して無理やり通したとかではないからそこはもう違うというのはもう先に言っときますけどそうで,す、ね、でもあのそこからは結構ねあのちゃんとあのテ,レテレビ局というかねケーブルテレビかうん、うん、のスタッフの方とかを交えて、ね、要はあの YouTube だけでなくその地域のテレビ局でも。 やると、うん、でね都市ボーイズの冠番組にいやそうということで名前つけちゃダメよ俺らに <laughs> <話>番組に進んでいくもん, <laughs> もんだからさそう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  <laughs> よりどんどん大丈夫ですか感が、こっちは出てくるんだけどちっちゃい時にさ、ゲームソフトにさ、名前つけたらもう中古でできませんよって言ったろ学べよそこで。中古で売れないぞ価値落ちるから、ね圧倒的に売れない中古で俺らは。名前つけちゃうといやでももう、あの、つけますと。てかそこはむしろ譲れないっていう感じだったんで。絶対つけるっていう。いや、じゃあ、まあありがたいから、そこはまあじゃ受け入れましょうということで、なんと年市ボーイズの、 何,何みたいな何菓子みたいにしましょうっていう感じになってね,ししってねでも結構そのいろんなロケとかもね、うん、撮ってるようなディレクターの方といろいろ打ち合わせをして、ね、そうそうじゃあこういうふうに撮っていきましょうっていう話になってたんですよでその段階でタイトルが決まりまして、はい、それが、えーと「都市ボーイズの都市伝説ツアーズインメグロという番組に。 本当に名前ついちゃってあー。あああ、あと思って <laughs> <laughs>、ね。もう引き返せない。ああ<ー>、ね、もうダメだ、これ。って思って、うんうん。で、まあまあ、あの、俺らがまず、その、目黒の、 代表みたいな形でちょっと出ちゃってるからね、ある種、うん。それはちょっとびっくりですよね。まあ、うん、僕らももともと実は目黒でやってるじゃないですか。そうす。全くそのゆかりがないっていうところじゃないからね。うん、まあまあその,その辺の話できるなとは思ってたけど、うん。でもそれってさ、うん、僕らに引きがあったらの話よね。まあそうだね。そそもそも ね僕らみたいなもんで名前つけて、ねうん、ゆかりあるっつったって俺らだからなって思ったら大丈夫なのかなとずっとやっぱ思っちゃいますよねいやでもね本当にあのそこはね、うん、かなり説得してもらうっていうね、うん、あの仕事受けた側が説得してもらうっていう謎の構図になってたけどもっといい人いますよ大丈夫ですできないがいいなって,ってな僕らそんなないですよって言って。うん すごいでも確信めいてたからね見えます見えますて言ってんの見えますみたいなでもまあまあもうそれは信じましょうということで一段目をまず見てから言ってほしいんですけど言ってましたねでもそうなんですでだも番組のパッケージはもう決まったとあとはもうロケを観光していこうということになったんですけどこれがまた問題で。 僕らまずロケをしたことがないなということがあるじゃないですか。はい、<laughs> 何やらその企画段階では食レポもやろうとか、うん、お店に入ってインタビューしようとかいわゆる何ですかあのタレントさんがね、はい、よく昼の番組でやる、うん、あのものも、うん、僕たちがやるという話が出てたわけですよね。 これはとななるじゃいですかできるかなっていう自信のなさがまず出てくるっていうジョイにやらせろよ無理だよそんなのねえあの朝日奈にやらせとけば完璧なんだから結果言っていいのかどうか分かんないけど誰ともんななかった俺ら2人だけで全部完結してまあまああのねそうそうそれもありましたし ああとまあ単純にね、うん、そ,のそういうのも入れる企画では考えてたけど、うん、やるかやらないかまあ出てみて決めましょうみたいな感じだったから。でどうでした,したもう実際問題、うん もうちょっとあの、駅前集まってるあたりで、ちょっと上がってる感じというか、なんていうか、変な緊張感あったじゃないですか。ざわざわしましたよね、自分の中で、ね。でお胸の中が。お前、なんか珍しく変な感じだったね。俺、あの、あ<れ>駅名出てこなかったもん。ね、うん。一番最初に真っ白になったからさ。俺な、うん、何やったっけ、この駅。スタめて。そう <laughs> そうそうそう。不動前駅って出なかったもん。そうそう。 あれ、なめたっけ、この駅で使わないし、普段。あれ、なめたっけなぁと思って。で、僕。しかも、やる前確認してたからね、俺に。そどこ駅でしたっけそう。自分の席でやってんのに、その一言目真っ白になってるから。これ、マジでやばいって思って。ダメだって。俺、本気で焦って、あの時。そう。で、ラグあって、ほんと少し。そうそう。何これって思って。 <laughs> 完全に思い出してる間があったからね。うん、衛星の中継してんのかな 1> 1っていうぐらい、うん、結構間があって、えー、<laughs> 不動前駅なんですよみたいなね。出なかった不動前駅が。いやだから俺緊張なのか何なのか分かんなかったけど、うん、なんか変な感じだったよね,ね。緊張とはなんかまた違ってて、緊張は全然してなかったんですよ、うん、実は。まあ、少しはしてたけども、うん、まあそれよりも全然ね、緊張の度合いが大きい番組とか出てますし。うんうん それに比べたら全然なんですけど、あのー、なんかやっぱ街ぶらちょっと違うね。やっぱさ、あのー、外でロケっていうのって、うん。 やっぱカメラの後ろで見る側だからあっち側に立つっていうのはねあんまないもんねそうすね声の張り方とかさそうそうんか全部わかんないからさなんていうのだいぶ張っちゃったよなねなんかすごい張り切ってる感じに見えるかなとかさ俺なんか撮影してるんか撮影してるなってううって寄ってきて「あれこいつら知らね」っていう顔その目俺死ぬほど浴びたよねそうそうもうあれで嫌だったのよあれでちょっと緊張しちゃったのもある あれだけさ、ね、カメラとスタッフみたいな人がさ、うん、囲んでたら知ってる人だろうなってやっぱ思うもんねそうそう,そう,そうで普通のさロケってさ発揮、うん、しその23人じゃん,うん、うん、あこうやって観光協会さんも含めたら結構56人とかであの動いたのかな まああのカメラマンさんとあとアシスタントみたいなね含めて全員合わせた56人で動いたじゃないですかそれもで結構人いるからあれそれなりに売れっ子なのかなと思ったらなんか知らねえガキ2人みたいなどっかで見たことあるかなとさえ思わないぐらい知らない人だもんねそうそうそうちょっとそれがねいやでもそうそう だあのタレント側の立ち位置で街を見る感じはあんまりないからね,、うん、そ,うねそれはちょっと面白い経験だったねうんそう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 だ2人でさ、うん、別に街歩くことってよくあるじゃないよくあるあるけど、うん、あの声のトーンで会話することないから、うんうん、相当見割りやつよ <laughs> 変な <laughs> 変な感じやったねうん,うんあのさー <laughs> 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 でもさやっぱ街中ってさ、うん、本当に音いろいろ入ってるじゃん、うん、あの車もそうだったし人の声もそうだしそうですねっていうことはやっぱりあれぐらい出せないと分かんないとかもあったのかもしれないしね、うん、で何が正解かちょっと分かんないけど街ブラとかの,、うん、あのロケにね、うん、作家でついたことあるんですよ、うんうん 結構いつもやっぱ大声上げてて、でかいよねこの大声上げるんだろうと思ってたけど、理由がわかるね。いろ、うん、ん,んなやっぱ雑音とかもあって、声入るんだろうかっていうのもあるし、あとなんかあのロケ感を出すためよね、あれって。自分に。ねうんうん、さあ、続いての、えね飲食店みたいな場所はこちらですみたいな、うん、あんなもちゃんと声出してんのはね。うん、いや、そうよね。うん、だからやっぱり 慣れててる人がやってんのと多分違違違ううううんだろうね難しいわ難しかったね難しかった結構難易度で言うとかなり難しいねやっぱロケってね難しい難しうまい人じゃないとできないもんねロケって、はあ、タレントでもじゃあ,あれ仲悪い人同士だったら絶対続かないよなあーそうかもね喋、はあ、ることないもんねないないで結局終わってさ唯一褒められたことってさ、うん、あのー 言間がね。まっていう間がないですね。っていう。うん、なんかいろいろやってますけどやっぱりみんな埋まるんですね。埋まらないんですね。みたいな。うん、止まっちゃうんですよ会話が。みたいな。お二人ずっと話してますね。みたいな。そこだけだもんな。<laughs> いやそこだけで。まあまあ。うん、あとあのあれね。<え>オンとオフのギャップっつうか。ああ<ー>最初会った時とギャップ全然違いますねみたいな。ああそうそう。喋んないからね。うん、普段 それまあ普段はね裏方だからね普段、うん、からあんな大きい声出したらおかしいでしょう <laughs>、ね、ボリュームでもまあまあそうそう、うん、でも基本やっぱあの街歩きしながらっていうのはさ、うん、いろんなとこ目配りながら歩くっていうのはちょっと面白いなと思ったね発見していくみたいなそれは確かにね すごい能力いるなと思ったなうまくやるには一人でやる人いるじゃんいるいるすごいよね勝俣さんみたいな人とかさやっぱ化け物だねこちらですよカメラさん来てくださいみたいなとか飯食わしたりとかさ飯尾さんとかねうまいよねやっぱ喋ってさあのねおばちゃんいじったりとかそうそうそうコミュニケーション取りながらねすごいわでも俺らまあ気楽だったのがさあの本当 もう勝手に撮ってるんで好きにやってくださいっていう感じだったじゃんあんま気にしないで、うん、いつもの感じでやってっていうぐらいで言われてたら、うん、まあまあねあのそんなに頑張らなかったけどさ、うん、そういう意味ではそう,で、ね、そういうところは本当二2人で完結してることが多かったからまだあれだったけど、うん、だから僕高田純里さんのロケ見て勉強しましたもん<あ>少しなんだっけ『純三散歩』だっけ <laughs> えとね、僕見たのは海外のやつですね<ー>海外のイタリアとかそういうところを高田純次さんがまあいろいろ探らするってやつなんですけど <laughs> <ー>そこでちょっと面白かったのが、うん、あのシャッター街みたいなとこあるんですよ日本そうなんですけど海外もあって、うん、れてるシャッター街 <laughs> 歩いててそこに店出してて困ってるっていう人がいて。うん もあるんですよね。で、す歩いてて、うん、あーそうなんですか。ここ、笑ってねーって話してて、そうなんですか。で、店はいつ畳む予定って言って <laughs> すごいね。やっぱすごいな笑いながらね。攻めるな<笑>,笑いながら、で、あっちも笑うんですよ。あ、なんか、言葉通じないのに、通訳返してなんですけど、うん、やっぱ受けるっていうのはやっぱすごいなと思って、街ブラうまい人は。 もうあれだよね愛嬌みたいなのもあるよねだからその許されるっていうかギャグ言ってますっていう顔がやっぱり、ね、うまいんだよねできるのは出るのが、ね、うんすごいんですよね 確かにな、うん、番組出てるとさセリフのフォローが入るじゃん、うん、でこれであっびっくりマークでるしょボケなんやなっての分かるけれどもあれってないからンバーでねメンバじないから、ねま、それで <laughs> 一般の方と話してすごい笑い取ってるっていうのはやっぱりすごいなーと思いましたねなるほどね、うん、海外行ってさ高津陣さんがさある遺跡行くのよ、うんうん、この遺跡でっかいなあそうだ でかいって言ったらこんぐらいって言って、タバコ置くのよ。ちょんって。遺跡の前に。<laughs> うん、こんぐらいでかいのって言って <laughs>。誰がわかんねん、これ。タバコちょんと一個置いて入り口に。うん、こんだけでかいんですよ。わかるタバコと比べてって言って。うん、めちゃめちゃ笑ってたもん。面白い、ね、外国人が、うん、うん。すごいわ、あの人。やっぱ、まあ、高田さんなんてそ、そもそもロケで、うん、あの、出てきたようなとこあるからね。たけしさんのあの番組でさ。うん あの人やっぱすごいなーと思いましたねその見てて点聞くしねくすごいよね頭いいんだよな俺あのやっぱモヤさま見ちゃったもんねちょっとあはいはい,はい、はい、どういう感じだったかなーってあそこはでももうすごいよねまあでももうあそこもさ <laughs>、うん、結構あそこだけで完結できる感じだもんねあれ真似で,できないよなあれは腕があるから、うん、普通の人だったらできないもんあれって、うんうん、何もないところに何か作るっていうのは あの人たちだけしかできない。ねすごいわ。これは、すごいよね。ゴブゴブ見たわ、と、俺。ゴブゴブ。ゴブゴブ見けど、全然できなかった。全然できなかったわ、俺。ゴブゴブはもう。全然また違うと思うけど。天野さんが面白いんだうまあね、できるあんな。あっちゃん一個くれや、これそうそう。あの、雑な感じね。あんま上手ないな。せいじさんも似てるよね、ちょっとね。さんもそうあの、ロケオとね。え、おたくら、 不倫してんのけすみません、自分が撮られるってね。写真撮って。信じられないな。ええんか、これ。ねさつやなんか不倫同士でして。あれはすごいよね。やっぱ、ロケ上手い人って、ちょっと尊敬したよ。そうそう。改めて、いや、前からね、すごいと思ってたけど、改めてやってみるとわかるわ。やってみたらわかるわ。うん。あと、俺、やっぱ、一番印象に残ってるの、あれを。 あの、生まれて初めての食レポ、ね。し <laughs> てたな、食レポ。うん。<ー>あ、お前、一生がやることないと思ってたないない,ないない。あの、本当生きてって、うん、今後、本気の食レポすることはないだろうなと、うん。わかるわかる。思って生きてきたところを、ちょっとやってみましょうかっていう感じになったときに、うんうんうん 結構、マジで緊張したもんね。したした。飯ってこんな緊張して食うもんだっけって思ったもんね。そう、それでは岸本さんからって言われたときに、どんだけ助かったか。なるマジかって思ったよ。みたいな。俺が出してしまいじゃなくてよかった。さなきゃいけないの、これ俺先にと思って。よかった俺じゃなくてって思って。いや、あれはね、なかなか、まあね、そのところカットされてなければ、多分、これが、 配信後、うん、多分出ると思うんですけど。そうですね。いやー、どういうことになってんのかね。ちょっとみ、見ていただいて。そうそう。うん、あれやだな。なんか編集でさ、ビューみたいな、滑ってるみたいな音に言われてたら。<laughs> <laughs> そうね、うん。超辛いわ。バチって切られると思、ねうん、なんかもう、急激に次の無理やり入れるみたいなパターンとか。じゃ、ねうんジャンがいいわ、やっぱり。<laughs> 嘘でけてるみたいどうすんだろうなってなかなか難しいですよねそれもまあ見られるのかだから結構初挑戦ばっかりになってたよねある種そうですねだから今上がってるのが「たこ焼き師成就院」でしょ第1話第一話がねだから次かその次で食レポが来るわけですだね。ぜひ見ていただきたいですよねそうですねまあ本当にだからどうカットされてるかにもよるけどまあまああれば 入ってるので、うん、うん、食レポが。あのー、ないと思いますよ、そ,そうそう。<laughs> 今後俺断ると思う <laughs>、うん。<laughs> 来たとしても。味全然わかんないよな、あ,<の>あれ。めちゃくちゃむずいわ、うん。うん。緊張しちゃってさ、俺も。うん、味しなかったもん。ね、うん。結構濃い味にやつ頼んでるけど、<laughs> 全然しなかったもんな。 いや難しいわ食レポとか街裏ロケとかやっぱタレントってこういうことなんだなっていうう思いましたよ難しいわねやらせてきた側としてはさちょっと責任感じるわああいうそういうのあんなやってきゃいいじゃんみたいな思ってたらさ下手やなこいつとかって思ってたけどいやうまいわみんなできないよ普通にやれってやっぱね テレがあっちゃダメよ。タレントって、あれの。やりきんなきゃダメよね。そうそうそう。難しいわ。そうだないや、本当にそうそりゃブルゾンチに越されるわ。なんでだよ。関係ないだろ。なんもやんねえからって。恥ずかしがっちゃうからね。そうそうそう。意外と乙女だから僕、ヒルナンデスを結構見てるんですけどね。見てんだ。やっぱりイライラするもん。いや、もうちゃんとやるよ、お前。私いいです。参加しないっていうパターンあるらしいね。ま元とぶるなよ。 はい、っやっぱり思っちゃうんですよね。うん、なるほどね。まあまあ事務所辞めて海外行くって言ってたから、うん、まあ海外行こうと思ってる女の子はしないよなってっ思っちゃいましたよね。そこでね、勝負しないから別に見。見てたゴールが違うんだみんなとと思って。うん、それはちょっとね、うん、納得いった。納得いった。あ、そっかそっかだからかと思ってまあでもだからそれだけ言うからには。 ブルゾンを超える食レポ林さんはでできてたってことでしょうけど岡山出身ですけどね一緒のブルゾンチームさんも僕も岡山出身ですけど、ねうん、ブルゾンチームよりはうまくいったかなって思いますよねす <laughs> やっぱり僕の方が先輩なんで年上だと思うんですようん、うん、だから、まあ、僕見て勉強しようとしてねブルゾンチームを僕隣で見てたけど <laughs>、はい、すごい感想としては、うん、こいつクズだなと思いました <laughs> た卑怯だわ。こういうことするっていう、ほんとちょっとイラっときたから。芸能界というか、こういう世界入って十数年ですよ。そこで覚えた技ですよ、あれが。いやいや、たな汚と。まあまあ、でも。女子供が使う技。まあまあ、いいけど、ちょっとね、その技は、あの、見てほしい見てほしいっすよ。 だ岸本がどういうことをしたかっていうのと早瀬がどういうことをしたかっていうのをちょっと見ていただいて判断していただきたい、うん、そうですねまああれはだからちょっとある種メモリアルですよね、うん、そうですね<う>初のことなので今後来なさそうだなっていう <laughs> あれ見てオファー来たらちょっとやっぱ、うんうん、また言っちゃうよねう本当にいいんですかってなるよね多分、うん、毎回ねもうと 俺らもなだから楽しみながらできた部分もまああったからね、うん、そうです、ね、まあ難しいと思いつつも難しい、うん、そうなんです、ね、だからまあ何何話かありますんでねぜひ、うん是,是,ね、是非都市伝説ツアーズ」というふう、はい、に検索 YouTube 内でするともう出てきますんで、うん、でなんかどうやら、うん、あのケーブルテレビの方でももう 出る予定ででございますのそっちはねもう1本ひとつなぎで全部見れると、ね、要はその完全版というかね YouTube みたいに小分けじゃなくても1本で見れるっていう感じになってるみたいなんで、うん、まあそちらも機会があれば見ていただきたいなと思いますけども。で,、ねでえー、まあもしこれがね「うん、都市伝説ツアーズ」っていうそのチャンネルが。 うん、ありますけどこれがものすごいもうとんでもない大好評になってたら、うん、次回もあるかもしれないという話でございますので、はいはい、まあねその辺ちょっと <laughs> 考えながら見ていただければなと思いますけどねなんか今度どっか行きたいとかありますこういういことやってみたいとかあ<ー>まあそれこそロケでやりたい僕は本当にずっと言ってんのが、はい あのー、色仕掛けドッキリ <laughs> なんでする<え>色仕掛けはドッキリ今やってるそんなの、うん、例えば奥さんとどっか待ち合わせてね喫茶店とかで待たせて,て、うん、奥さんから電話来てちょっとごめんみたいなのまるまるできなくなったって言ってあ,はい、はい、あなんだいっ これないのか、じゃあ今、まあ、頼んでる、このコーヒーだけ飲み終わったら行こうかなっていう時に、相、うん、席いいですかって女の子が言ってくるみたいな。はい,はいはいはい。僕の中でビジョンがあるんですけど相、ね、<laughs> 席いいですかってすっごい美女の子が言ってきて、うん あどうぞぞどうしたんですかみたいなマシャスとかしたんですか、うん、あまあまあしてたんですけどちょっと相手がこれになれなくなってみたいなはい、はい、私もなんです奇遇ですねみたいな感じになってうん、うん、そっからどんどん進んでいくみたいな話ラ、うん、されていくみたいなやつですねロンハー的なこと、ね、そう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 はい、はい、こんな感じ <laughs> やってほしいんですよね僕 <laughs> なんでなんで急にそういうことになるの いやいや、ちょっとやってほしい、僕は。飛びすぎじゃないえ、なんでなんでそこ行き着かないでどう考えても。僕らが、どれだけするてが、もうぶっ飛んでんすよ、僕の中で。あ、そっかそっか。だから、もう、これで言ったら、そういう色仕掛けドッキリみたいなのとか。あってもおかしくないうん。ま、単純なドッキリでもいいですけど、うん。うん。うちょっと仕掛けてほしい。色仕掛けドッキリが一番仕掛けてほしいんですよ、俺は。俺、あれイメージしちゃったわ。あの、色仕掛けって、あの、なんかさ、カフェでコーヒーとか飲んでたらさ、 店員の女のの女子が目の前でな、うん、コーヒーこぼして、うん、であのコーヒーあーって言って拭こうとしたらパンチラが見えるみたいな、うんうん、ああいう系かと思っちゃった僕結構今売れてる女優さんに注意したことあるし見えてますよって <laughs> あパンツ見えてるって見えてますよ注意した方がいいですよとかっつって、うんうん、だ注意しちゃうから多分面白くないと思うのよねうた色仕掛けがいい<や>色仕掛けがいいん,いいんだいやあのつ <laughs> って言いたいまあ、うん、でも あるからねちょっとコーヒー汚るんでもう少し探しの時間つぶし手伝ってもらっていいですかって言われて「うん、あまあまあいいですけど」みたいな「お名前聞いても」みたいな「うん、ああのー、早瀬です」って言って。ははい、はい 普段何やられてるんですかって言われて。まあちょっとテレビの裏方みたいなのやってますねって言うんですよ。うんうん、そしたら、あ、そうなんですかみたいな。うん、えぇ、ー、テレビの裏方。私テレビ大好きなんですよみたいな。うん、え、でもテレビないでしょ若い子が。みたいな。うん、いや、私テレビすごい見るんですみたいな。うん、あ、ほんまですかみたいな。うん、そっから盛り上がっていって、うん。<laughs> 連絡先交換してみたいなまあそうね LINE とかありますとかなりそうだよねそうなってやってますよって私も実は女優やっててみたいなちょっと相談したいこととかあるんでみたいな本当にそうやましいこととかじゃなくてって言ってもうそこで LINE 交換するんですよそしたらあのちょっと辛いみたいな LINE が来て来てくださいみたいなちょっと話だけ聞いてくださいみたいなえ何日かに渡るの当たり前でしょ当たり前でしょ行くんですよ渡るの 夜ですよ夜喫茶店がまた直っかですよバーみたいなとこでもいいよというとこ行ってで話聞くんですよで「いや本当に辛い」みたいな「実は彼に振られちゃって」みたいな「私恋愛体質でもう彼が嫌なんです」みたいなで「本当に良ければなんですけどあの私彼女にしてくれませんか」みたいな「僕奥さんいるんで」って言って「もう2番目でもいいんです」って言われるんですよ僕がねそこで断るかどうかみたいな <laughs> いやまああれよねだから吉村さんとかあのパンサーの尾形さんとかがやられそうなやつをやられたいんだうんいやで断れなかった奥さんがモニタリ見ててね別室<の>で「うん、ピーちゃんと断れよ」っ言って、うん、よくあるやつそう、うん、で断らずに奥さんが来て「うん、おい!」っつって「うん、どのことだ!」みたいなのがやって「うん、<laughs> うわ!」 <laughs> もうやれよ勝手に <laughs> お前ら夫婦で <laughs> ええことになっちまってこりゃっつってやりたいっすよね結構大掛かりよその,のそうですねまあそうですねなかなかかかるからねお金それうんそれちょっとやってほしいですね僕はえー、じゃあまあどっかじゃそのハニートラップ的なやつはああのどっかの句がそれやりたいって言ってした <laughs> <laughs> やったらいいんじゃないですかうちの句だけで撮影できるんであれば行かれた句が出てきたら行かれた句 <laughs> 行かれたくが僕は目黒区だと思ってる。<laughs> 僕らを使ってるんだから。<laughs> 食レポさせたんだから。<ー>ハニートラップぐらいやってくれよ。ああ、じゃあ次は。ギャラいらねえからよ。次の新しい企画では。ギャラいらねえから目黒区だけのお店で、そのハニートラップ撮るみたいな。うん、仕掛けられる。ちょっとやってくれよ。確かに。うん。ちょっとじゃあそれはねれ。次回のお楽しみということで。でも、きょっさんやりたいでしょ、ハニートラップ。 めっちゃ引っかかるよ、俺多分。え、本当にうん。そうなんだ。うん。例えばですけど、ま、簡単なやつで言うと、なんか打ち合わせしてたら、あっちですく胸ボローンて出てる人がいて、何回見るかみたいな。うん。で、何回見ちゃ、10回例えば見ちゃったら、こっち来て、つけべがって顔バーンって見出されるみたいなやつあるじゃん。うん、あるああいうのとか。俺1回だと思う、だから。1回ずっと見続けるから。ああ。でも、もう何秒見たら終わりとかもあるのよ。10秒間とか、5秒間見続けたら、もうその時点で終わり。ブブーって顔。 このスケベっされるるみたいなああね全然甘んじて受け入れるから僕は見ないんですよそういう時僕一回しか見ないですね僕もちらっと見てうわそういう人がいるわと思ったら次見たら負けだと思うんで僕は見ないですね負けっていうかまあまあまあ見れるんだったら見ちゃうだろうなと思って僕は見ないですねそれか言いますね「すごい出てますよあの人」って共有しますねあみんなでそれはえ 犯罪者を増やしたい違う違う,違う奥さんがいても言うもんあそこすごい美人いるよとかあそこの人ものすごい足出てますよとか女の子結構そうだね共有したがるねそういうの確かに胸出てるよあの人、うん、とか奥さんに言う,言うね確かにそうい,うすごい美人いるよとか、うん、それなので僕絶対共有しますね絶対共有するんだ絶対共有するすっごい美人いるとかすっごい足見えてるとか言いますねちょっと 楽しみだなそうういハニートラップちょっとけてほしいねハニートラップもかけられる機会ないだろうからね普通に来ててなかなかハニブロックでやってほしいクをあげてクをあげてハニートラップかけてほしいちょっと何にクはそれメリットがあるのかわかんないけどメシ屋とかねああそこでやりましたそう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 そこでやりましたみたいな 誰を見たと言えば少し安くなりますみたいな。はい、汗見たで、パン安くなるみたいなね。そうしかもそこに勤めてる人もいいですよ。だからその人を見に行くみたいなのもいいですし。何無理やり企画通そうとしてる気持ち悪いんだけど。どうしてもやってほしいんです何何真面目に企画通そうとしてる僕台本書くんで。いや、いいですよ。自分で引っかかる台本書いてるの。一から本当に。 トイレ行って、はあ、奥さん、ごめん。ご <laughs> め戻るみたいな、席に。<laughs> いやね、うん、まあということで、うん、あのまあ何,何の話だかよくわかんないですけど、はい、まあとりあえず都市伝説ツアーズっていうのを。おかわりします <laughs> いやもういいんだよそれ <laughs> 誰も見ねえからさねあそこ、誰も見ねえことないでしょ <laughs> 俺が数万回見るわであのね <laughs>、うん、えーと YouTube 都市伝説ツアーズはまあ ぜひチャンネル登録していただけると次の回がアップされた時に、はいあのー、通知されると思いますんではい、はい、ぜひ登録していただけるといいかなと思います。はい、ですね。それぐらいかな、もう。うん、はい。いいっすか、じゃあ。はい、大丈夫です。ということで、じゃあ、えー 我々トシボーイズですねツイッターやっておりまして、うん、こちらトシボーイズで検索すると出てきまして最新情報はそちらで更新していきますぜひフォローしていただけるといいかなと思います、はい、あとブログもやっておりまして過去のアーカイブポッドキャストで消えてるのはそちらで聞けますのでぜひそちらもチェックしてみてくださいであとトシボーイズチャンネルという YouTube でチャンネルも持っておりましてこちらもえー トシボイズチャンネルと、えー、サブチャンネルとしてトシミナティチャンネルというのがございます。うん、あんまあ、ちっちゃいのかトシボイズチャンネルというのをやっておりますので、はい、こちらも、えー、チャンネル登録していただけるといいかなと。はい。ええー、あとお意見ご要望、うん、あとお便りとかですね。あとお仕事依頼も、えー、受けたまっております。こちらメールアドレスございます。 トシ、えー、ボーイゼロニーアットマーク Gmail.comTOSHIBOYS ゼロニアットマーク Gmail.com になります、えー、ぜひですね「早やせ、ね」のハニートラップやりたいぞっていう方がいらっしゃったらこちらのメールの方にぜひぜひ「ハニートラップ」っていうふうにタイトル入れていただいて、ね、仕事を依頼していただければいいかなと僕それと分かってもうまく引っかかるんで大丈夫ですよ <laughs> 演技力はね、定評があるそうですね。映画二本出てますから、完成。何何っていう映画でしたっけ？シザーチンピーと緊急検証ザムービーです。ねなるほど。じゃこちらの演技を見て判断していただければ。それは見ないでいいと思いますけど。ええ、そんな感じですかね。そうですね。はい。じゃあ締めます。はい。今回の話で生まれたロマンの原石磨くのあなたの好奇心です。イルミナ、イルミナ、イルミナ。ありがとうございました。ありがとうございました。